8人の反逆者が、フェアチャイルドを創業し、世界初の商用集積回路を生み出した場所を示す。記念碑北緯37度25分18秒整形122度06分11秒、北緯37.42167度整形122.10306度、37.42167-122.103068人の反逆者は、 半導体産業の黎明期である1957年にアメリカ合衆国でショックレイ半導体研究所を退社しフェアチャイルドセミコンダクターの設立に参加した人物たち。ジュリアス・ブランク、ビクター・グリニッチ、ジャン・ホーニー、ユージーン・クライナー、ゴードン・ムーア、シェルドン・ロバーツ、ジェイラスト、ロバート・ノイスの8人。ウィリアム・ショックレは彼らの退社を裏切りと呼んだが、 8人は、シャーマン・フェアチャイルドと合意に至り、フェアチャイルドセミコンダクターを設立した。この企業は、急速に、半導体産業のリーダーとして成長し、シリコンバレーにおけるインキュベーターとして、AMD やインテルなど多くの企業の創業に、貢献した。1956年に、ベル研究所を辞めたウィリアム・ショックレイは、彼と同じカリフォルニア工科大学の卒業生であり、 1934年に PH メーターを開発したアーノルド・ベックマンの支援を得て自身が培った半導体の素子を製造する企業を設立しようとしていた。かつての古巣であるベール研究所の元同僚たちに参加を打診したものの、当時は東海岸が半導体関連の先端の地域であった上、同僚はショック例の管理手法を知っていたこともあり、誰も応じようとはしなかった。 ベール研究所の仲間を獲得できなかったので優秀な人材を確保するためにショックレイは全国を回った。ショックレイ自身はすでにトランジスタ開発の第一人者として名声が行き渡っており、彼の管理手法を知らない外部からの人材募集は容易で25人が集まった。従業員たちは一部を除き、半導体に関する知識はあまり持ち合わせていなかったものの、 いずれもそれぞれの分野で学位を有する優秀な若者たちだったので短期間で半導体技術を習得した。しかし、ショックレイの管理手法は従業員たちとの間に徐々に圧力を生じ始めた。1957年にショックレイが独断でシリコントランジスタの開発を放棄して4層ダイオードの開発を進めるように方針を転換したところ、ジュリアス・ブランク、 ビクター・グリニッチ、ジャン・ホーニー、ユージーン・クライナー、ゴードン・ムーア、シェルドン・ロバーツ、ジェイ・ラストたちが反発した。この時点では、ロバート・ノイスはまだ決心していなかった。ムーアは1957年5月29日に、アーノルド・ベックマンと協議して、管理体制を改善しようとしたものの、トローに終わり、そのため、彼ら8人は、離脱に向けて動き始めた。 彼らの代表がフェアチャイルドカメラインストゥルメンツの創業者であるシャーマン・フェアチャイルドにあって状況を説明してフェアチャイルドセミコンダクターが創業されることになった。1957年9月18日に8人はショックレイ半導体研究所を退社した。翌日に8人はフェアチャイルドセミコンダクターの設立に関する契約書に署名した。彼らは二重拡散法と 価格エッチングによるメサ型シリコントランジスタの量産方法を開発した。しかし、メサ型トランジスタにはいくつか欠点もあったので1958年にプレーナー形トランジスタの製造技術を確立して高性能なトランジスタが大量生産されるようになった。フェアチャイルドセミコンダクターの親会社の社長のジョン・カーターは半導体事業で得られた利益を再投資せずに 他の事業の買収に費やした。また、シャーマン・フェアチャイルドも従業員へのストックオプションの増与には消極的だったので、徐々に創業メンバーを含む従業員たちの不満が高まった。その後、反逆者たちは独立したり転職により、フェアチャイルドから退社する。1960年代後半になると、ノイスとムーアが同社を辞めて、インテルを設立することになる。 ありがとうございます。